気づいたこと、ついこの間のスペシャルウィークで思いつくままにこう新コーナーを乱立しました。ほんでこうメールの返りがいいとかこう面白いハガキがいっぱい来るやつをチョイスして毎週やっていこうと。まあまあ時間に限りはあるから毎週まあ5個ぐらいのコーナーをやってこうあんま今週いいの来なかったなみたいなやらないみたいなそういう方式を取ろうと思ってたんだけど、結果ねメール選びがもう地獄のように大変なのね。週のうち3日ぐらいそれにもう費やしてるような状況になってて、番組をね3つ4つやってんのとあんま変わんないのね。全部で19個ぐらいなんだかんだでそのコーナーがあって、でそれがこう毎日送ってもらうでしょ。だからびっくりするような量のそのファイルがうちのパソコンに送られてくるのね。でそれ以上にね、せっかくこう面白いのをもらったのにその番組内で読めない結果ちょっとこぼれちゃってやれないみたいコーナーもいっぱいあるわけですよ。でそうするとうわこれ面白いのになー、うわぁ、これできねえな、みたいなのがあるわけですよ。で、そうするとね、すみませんっていう気持ちもね、5、6倍になるのね。で、とりあえず、ブッチャー見ましたのコーナーは終了です。一回もやってませんけど。あんまみんな見てないみたいですし、まぁ、あとは、この間ブッチャーさんに会った時にものすごい楽しみにしてたんから、終了したことを、言うのが、まあ、ブッチャーさんに悪いな、みたいな。ね、メール自体はね、2週前に、ブッチャーさん見ましたのコーナーで、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんを見た経験を送ってくださいっていう軽い振りをしたところですね、この2週間で6通来たんですよ。で、本当に酔っ払ってるブッチャーさんを普通に見た人が3人だったです。だから、そんなには、まあ、すいませんの気持ちはこう6通分はありますけど、まあ、それ以上はないんでいいんですけど、ブッチャーさんにあのコーナー1回もやらずに終わりましたっていうのが、もうタイトルコールするわ。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。中の一通がね、変にブッチャーさんを褒めてたから、あれブッチャーさんなんじゃねえかなっていう。本名、山部薫こと、ブッチャーさんなんじゃねえかっていう、なぁ、説もあんですけどね。そうね。変な話で、どのコーナーもね、面白いのは来てるんですよ。だから、俺コミュニティ FM とかでやるじゃん。もう一個コミュニティ FM とかやるか、まあ、かっこいいってな。ポッドキャストでやるっていう手もあるんだけど、やるっていう手もあるけど、それもなんかね、ポッドキャストももうものすごい執念深くすごい喋ってて、しかし喋り足りないことはいくらでもありますから、僕番組があっても2時間や3時間平均喋ってますんで、ポッドキャストをその時だって要するにその番組終わって2時間3時間一人で喋ってるのにマイクのスイッチを入れるか入れないかの問題ですから、もっと言えばミスターの岡部さんが我慢するかしないかの問題ですから、それを2、3時間待つのを。別にそんなことはポッドキャストをまた長いのを復活することもできるんですけど、ふと気づいたのはポッドキャストを面白くすることとラジオをたくさん聞いてもらうことっていうのは下手すれば反比例するんじゃねえかみたいなこと。だって2時間ポッドキャスト聞いたら1時間、長い時で1時間ちょいぐらいやったら1時間も聞いたらもういいじゃん。わざわざ夜遅く起きて、今ほらわざわざ夜遅く起きて聞いてくれてる甲斐がないよね。でそのもうその今日聞き逃したところでまたうだうだ喋んだろあれみたいな味になってもどうかなと思うし、なんだかんだで今そのポッドキャストもどっちかっていうと僕の中では
縮小の方向にありますんで、そこにこうポッドキャストオリジナルのコーナーとかやりだすとまたね話も違くなってくると思うんですよね。どうしようかな。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナーはやる。一番こうその、やめやすいのはあの時思いつきで言ったいつまでも耐えることなく友達でいようコーナーっていう、単に今日の日はさようならを BGM でかけたままエコーをかけて何か言うっていう、あの説明しかしてないですから、やめやすいですよ。ある意味固まってないやつですから、ジグジグのやつですからね。ジグジグのやつだから捨てやすかったんですけど、本来ならねものすごい捨てやすかったんですけど、あれだけのことで面白いことを書いてくれる人が面白いことを書いてくる人がいてくれんだよね。そうなんですよね。で、一回やったコーナーはさ、一回始まったコーナーはそうそうやめづらいでしょ。一回 やって来週なんだろうと思ったコーナーがないっていうのは、例のホムンクルスは今週作者取材のためホムンクルスの人は何を取材してるの？いやこれ好きだからこそホムンクルス次どうなんのと思うからことですけど、なんつったらいいのかな、例えば20世紀少年取材のためって言われると、例えば昭和の景色のスケッチとかをしなきゃいけなかったりとか、そういうのの資料集めでお休みなのかなと思うけど、おいしんぼとかだとおいしいもん食ってんじゃねえのみたいな、あんまそれでおいしいもんが狩りやってやつがあんまおいしくねえと、あんまおいしくねえからまた化学調味料に文句つけてやろうかとか、そういうのを考えてる時間は分かんないけど、ホムンクルス何取材してんのかそれを見たいで、だけどホムンクルス変な顔のやつとか取材してんのかなんかねえ、そんなそれと一緒でさ、あると思ってないのもちょっときついね。ということで大変申し訳ないことをしてますけど、今日は意外にいっぱいコーナーやりますよ。あの先週新たに足したこんなこと分かってんのにまた足したリストカッター健一のコーナー始まりますしね。これもいいハガキ多かったですから。それとね、今迷ってんのがね、ヤバい母ちゃんのコーナーなんですよ。ヤバい母ちゃんのコーナーはもともとはガバイばあちゃんからのダジャレなんです。これガバイばあちゃんをちょっとひねって、なんか母ちゃんのことお袋のこと書いてほしいなと思って、それぐらいのまでぐじぐじの状態で読んだんだけどね、これはね面白いの来てんだけど、面白いの来てんだけどコーナーとして未完成のままだから、単にお袋のやばいエピソードを言ってるだけだとなんかこうちょっと工夫ねえなみたいな、なんかジャンプ放送局みてえだなみたいな、そういうこう空気があって困ってんだよな。かといって面白いんだよね。面白いんだよな。新ジャンル、俺の中でいいなと思うの、新ジャンルだと思うのは、ラジオのコーナーで面白いとかさ、で、あるあるとかも含めて面白いことだと思うんですよね、基本ね。だけどね、やばい母ちゃんのコーナーは、ってなるの。俺長くお袋とか会ってないから、母ちゃんと暮らしてないから、喉元過ぎれば暑さ忘れるで、恐ろしさを忘れちゃってんだよね。40にもなるとさ、嘘の情報を周りにいっぱい入れられちゃってさ、こう、母親のありがたさみたいなやつをさ、こう本で読んだりとかさ、久々にこう親孝行とかしたくなる年だったりとか、親に会いに行くと、いろんな感謝の気持ちとか湧いてくるもんだよみたいな情報をさ周りから入れられてさ、それプラスばっか入れられるのに合ってねえからさ、マイナスのことを忘れちゃうじゃん。だけどそのナウ母ちゃんと暮らしてる人たちがその母ちゃんのきついきついやつ送ってくるんじゃん。そうするとなんかね、うわーよかった、俺ほんなんか気まぐれて僕と連絡取ったりしなくてよかったと思う、うわうわうわ、そんなそんな、うわーそんなっていう
あの感じなんだよな。だこれもやめられないでしょ。あとはな、まあ、こんなこと言ってる間にもやるしかないんだよね。あとはさ、今も本当にみんなの家にかなりの頻度でパソコンがあったりとかするわけだから、もう4倍速ぐらいで一回テープ取って4倍速とかでキャ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 みたいなでこう流して、それをこう4倍の遅いスピードにして、4分の1のスピードでみんな聞くようにして、 でもそれ撮るのがすごくか、撮るのに8時間かかるってことは、それもじゃあ早くして俺撮ればいいの。俺自体がキュルキュル言えばいいわけだ。キュルキュルキュルって言えば、その技術もあんまないんだよね。いや、まあ贅沢な悩みですよ、そういう意味じゃ。で、そんな中で、ね、今週も新コーナーを考えたんですけども、もうやめろやめろ、危ねえから、本当に取り返してやれよ、なんかそういうことやってると。増築続きで、いつか燃える家だよ。レミオロメン、アンタッチャブルにさ、ちょっと、遠回しに伝えてほしいんだけどさ、草野球、ね、ずっと草野球やってきてさ、アンタッチャブルもね、忙しくない時からかなり忙しくなった後までこう何度もこう、参加してきた草野球なんだけど、それを今こう、若手芸人の、まあ、芸人のチーム、全部で6チームが対抗戦というかリーグ戦をやってんのね。ずっと。ほんで、今まではさ、要するにこう、伊集院と仲間たちみたいな芸人同士が、半分紅白戦みたいな形でやってたから、そんなにこう、勝ち負けにめちゃめちゃ熱くなることはなかったんだけど、やっぱこう、他の芸人のチームに負けたくないわけ。特にスピードワゴンの小沢のチームにだけは絶対負けたくないわけ。あ、理由なんかムカつくからあいつ。ぶっちゃけた話。ね、んで、ほんでさ、でその、で、アンタッチャブル野球好きだからさ、で、忙しい中さ、でーいすなって来るわけよ。ね、来んのね。でいて、で、あいつらもさ、もともとその伊集院光と一緒に野球やった創設メンバーは自分だって意識があるからさ、ね、しかも相当忙しい中来たらさ、本当は休みたかったんだけど、やっぱ僕らいないと盛り上がんないでしょみたいな、そういうこう、空気で、来るわけですよ。昨日も夜遅くまで Q 様の収録あったんですけど、もう明日野球だと思って頑張りましたよみたいな、みんなちょっと盛り上がっていこうよみたいな感じで来んだけど、いらねえんだよね、もう実力的に。言っちゃったな、これ。山崎はね、最初に出会った自分はね、その、東京の若手芸人の中で一番じゃねえかっていう、130キロ超えるような球投げてたんですよ。ただ、1年目の中盤ぐらいに肩壊したかなんかで、全くスピード出なくなってきて、最近はキャッチャーにやっとボール届くみたいな、そういう状況なわけですよ。それと、もしかして山、俺がこう言ってたっつったら、山もしかしたら、それこそリストカットしちゃうかもしんないけど、あいつデブじゃん。伊集院さんが、あいつブク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 取ってんじゃんか。いや、その、俺はもともとクソデブだったのが、おならデブぐらいになったりとか、ゲリグソデブになったりとかしてるだけだよ。その、声だめの中で浮いたりしてたりしてるだけだけど、あいつもともと野球上手い人だって、小太りっていうよりは、四角い人いるじゃん。柔道とかやってるスポーツマンでガタイの四角い人だった、あいつあった時は。あいつさ、肥満児じゃん、今。体も切れなくなってるわけよ。で、もともとピッチャー、やってたんだけど、やってて、ずーっと子供の頃がピッチャーってから、他の守備位置に応用が効かないのよ、全然。で、柴田は柴田で、集中力がする、あら、昔から。運動神経で足も速いし、元気なんだけど、運動神経はいいのに集中力が続かないから、派手なプレーをする代わりに、こう地味な久々飛んできた普通のフライとかを見失ったりとかが多いのよ。だから、ファインプレーか、ボンエラーかのどっちかになることが多いわけ。打撃も、
足早いんだから当てて走ればいいのに、その大振りしてホームランか三振かみたいなバッティングをするのよ。で、いつも言うのよ。僕は今年はヘッドコーチ兼指名打者なんで、いつもその監督の渡辺監督にほらこういうことを言うのが嫌だからヘッドコーチにまで僕降りたわけですから、監督に、監督今日こそはアンタッチャブルにベンチスタートだとね、点差がついてかなり緩い、勝ちにしろ負けにしろ点差がついてかなり緩い試合になったらその出してやるけどぐらいのことをビシッと言った方がいいですよって言うんだけど、なんかこう、であいつらも感じてんだよね、柴田も山崎もちょっとその空気を感じてるから、なんかこう渡辺が言おうと思ってちょっと近づいていくと、こうわざと他のやつにあのさキャッチボールしねえみたいので逃げるし、あと渡辺があの試合の前にこっちでエンジンとか組んだりするところで、じゃあ今日のあの先発メンバーを発表しますみたいに言うと、もうすでになんだろう今日この肩の軽さみたいなことを言い出すわけで、本来だったら野球やってる場合じゃないんですけど、今日やっぱり大事な試合なんで来ましたみたいなことを言って、またその渡辺気弱いか渡辺監督は言えなくなっちゃうわけで、もう一個難しいのは、じゃあ変な話、前の週の段階で次の試合はかなりその厳しい試合になりそうだと、またそのあそこのあのスピードワゴンの小沢のチームに一人すごいピッチャーがいるんだよ。なんかね、軟式の高校野球で全国大会のベスト4かなんか行ったピッチャーで、大学の軟式野球でもやってたみたいなやつが一人いて、こいつがめちゃめちゃな球投げるわけで、もうエラーの一つが命取りになるから、変な話、もう前の試合から来週来ないでくださいとね、忙しいでしょうしと、出番も作れるかどうかわかんないから来ないでくださいって言えばいいんじゃねえかとも思ったんだけど、これまた難しいのが、柴田が連れ歩いてる若手で、お天気のゴーっていう、ゴーくんっていう、まあ、のがいるわけ。これはもう、柴田の、古文的存在で、それこそ朝早い時とか仕事が立て込んでる時は、柴田に小遣いもらって運転手をやったりとかしてる、若手、ね。で、事務所も、その、柴田の仕事を見ていろいろ学びなさいって言ってる。で、それこそ、柴田がなんか買ってきてって言えば、ちょっとパーッと走って買いに行ったりする、まあ、その、古文がいるんだけどさ。こいつが野球がうまいの。野球がうまいの。で、こいつが来ないのは困るのよ。ねえ、だから柴田が来れば、その車運転してくるから必ずゴーは来るんだけど、で、また難しいのは、ゴー君っていうのはもともと野球をほとんどやったことがなくて、運動神経すごいんだよ、やったことがなくて、この何年かで徐々に上手くなっていったのよ。で、どっちかっていうと、まあ、今年ぐらいからその、柴田の運転手を始めたんだけど、去年、一昨年ぐらいは、柴田たちが来れなくなると同時ぐらいに来るようになってたから、柴田あんまりその上手くなってる工程を知らないわけだけど、足は速いし、守備は上手いし、打撃もその当てさえすれば一塁セーフで、盗塁は必ず二塁行けるようなやつだから、俺たちはもうその、ゴー君がいてくれるに越したことはないんだけど、柴田は、分かってないの、そこが。で、柴田はたまにゴーが出てても、俺の顔で使われてるぐらいの感じ。俺についてきたら、たまたま出れるようになってよかったなぐらいなんだけど、うん、これ誰か伝えてくんねえから、柴田さん、もはやゴーの抱き合わせで柴田なんだよね、今ね。そのこと言ったら柴田死んじゃうかもしんねえな。もしかしたら死んじゃうかもしんねえんだけど、その辺伝えないとまた、来週、再来週か。来週また小沢のとこと試合なんだよな。なぜか負けたくねえんだって。なぜか俺負けたくねえ。ね、先週の終わりぐらいにね、うちのかみさんから、あなた今日お昼ぐらい、高田の馬場にいたって言われて、よういないよ、今日はテレビ朝日で仕事だったから、そう、いやー、あなたよく似た人が通ってて、まぁ、ちょっと遠かったんだけど、いて、あー、あんただと思ったら、すぐいなくなっちゃったんで、みたいな。で、その後、
田代32にあったら、さっき池袋と高田の馬場の間ぐらい伊集院さん歩いてませんでしたみたいな話されて、いや歩いてないよ。で、自分はあのバイク乗って対向車線走ってたんだけど、あ、伊集院さんだと思って、思ったんだけど、あ、違いますかみたいなこと言われて、そんなことがちょこちょこ先週、まあ、ちょこでもう一回ぐらいだけど、言われて、そしたらさ、土曜日にさ、池袋歩いてたらさ、向こうから俺が歩いてくんだよ。俺っていうか、俺っぽいっていうやつが歩いてくるわけ。で、その種明かしっていうかさ、理由があって、これは他人の空にじゃなくてすごいのが、俺、ほら、先週もちょっと話したけど、仕事部屋を引き払うんで、今すごい掃除っていうか、こう、ずっと、引っ越しをしてるわけですよ。で、まあ、今日をもって引っ越し完了したんですけど、4月いっぱいで出てくということで、で、今日がその明け渡しの日で、また明け渡しって面白いのがさ、全部何にもなくなったところにさ、その間に入ってる不動産の仲介業者が来てさ、ほいで敷金とか保証金の、その話とかになるからさ、あなたが住んでる間にこの辺が汚れたとか、この辺が傷ついたみたいなさ、で、この分はあなたが修理代払ってくださいとか、そういうのをなんかやったりする。それと、まあ、ありがとうございましたみたいのをやんだけどさ、で、その真面目そうな人が来てさ、で、俺結局、最初に契約した時には割と長く使うかもしれないって話してたんだけど、結局のところその2年の1回目の更新でもあっさり更新しないで切っちゃったから、そしたらその不動産屋さんがもしよろしければですね、篠岡さんと、なぜ今回更新していただけなかったのかと、それはこれからのその次の方にお貸しする時の参考にしたいんでなんて言われて、でもさ、アドバイスなんつのさね、今後俺が住んでいくんだったらば、それがフィードバックされて俺のためになるけどさ、二度とそいつと会わねえから俺、ね、言いたいこといっぱいありますよ。ね、言いたいこといっぱいありますけど、そいつに何か言ったところで、だって、何の得も俺にないじゃんか。言えば言うほど、なんか、偉人感じ悪かったな、みたいな話に絶対なるじゃないですか。なんかね、ほりはほりさ、どうして、なぜですかみたいな話をずっと聞かれてさ、まあんま言うからさ、じゃあ、一つ言わせてもらいますけど、と、ね、なんだと、このどぶくささはと。2年前からずっと言おうと思ってたけど、なんでこんな、どぶよりどぶくせえと。ね、僕はサバデーのどぶがあるのかと思うぐらいですよ。もう科学的に合成したドブの匂いを撒き散らすサバデーが、それ何のためにあるのかわかんないけど。ね、まあ、おそらくですけど、死体を隠してる人が、いや、ドブですって言うためにそれを置くんだと思うんですけれども、遺体の腐敗臭よりも、臭い他の匂いを置くために、まあ、発売されてるもんだと思うんですけど、ドブ臭いのなんだと。でいて、まあ、住んで後半ぐらいに気づいたのは、まあね、台所のさ、排水簡単じゃん。排水管って必ず S 字になってんじゃん。ね。芸人雑学王でも、いとも簡単に私答えた通り、あれがこう、その S 字型にくねってることで、その S 字型の部分に水が溜まって、匂いとか、その虫とかが上がってこないようになってる。上がってこないようになってるってのは、もはやもうその常識ですよ。それがストーンってストレートなんですよ。だから、そっから匂いが上がってくるに間違いないわけですよ。でいて、その洗面所もそうなんです。洗面所もストーンってストレートなんですよ。で、しかも、取ってつけたような、なんか本当にどうでもいい、光景もあってねえんじゃねえのみたいな塩化ビニールのパイプを、台所用のちょっと防水カムテみたいなのでぐるぐる巻きにしたようなやつが、ほぼメインの配管なんですよ。そらくせえじゃん。で、それをその台所の下の、その戸棚みたいなの開けると、その下のところの配管がもうもろ見えるから、パッて開けて、これですよ。これでもう泥臭いんですよ。つったら、もう不動産屋知らないんだよね、そのこと。なんでこんな、なんでこんな設計してるんだろう。知らねえよ、そんなこと。俺そんな知らねえよ。それで、あ、そうだったんですか、って。あと、電球変えようと思って、その上の電球のこう元線を辿ってったら、要するに上に電球とか蛍光灯の上についているカバーを取ろうとしたら、カバーは直接天井に木ネジで、木ネジですよ、木ネジで
釘止めっていうんですかね。普通は、90度回すとカパって取れるようになったりするじゃないですか。それで共通のアタッチメントみたいなのがあるようになってんじゃないですか、伝統なんつうのは。それはもう、直で天井に打ち付けてある。こんな家は初めてだと。ね。したらもうその不動産屋さんがね、そんなバカなと。そんなバカななんていうのは今から2年前に俺が言ってんだよ、もうここで。お前の今いる同じ場所でそんなバカなって言ってんだ、俺。ね。見てみろ、つったら、がっちりそうになってるよ。で、開けたら、それもすごいな、じゃあ開けて見せるから、つって、その、開けたらさ、で、その、木ネジを取ってスパッと外すと、天井に穴が開いてんならまだしもなんだよ。天井を、の、なんつうの天井、教室の天井みたいなさ、なんつうの、耐火壁みたいなさ、やつの天井なんだけど、それが、パンチで殴ったみたいに穴が開いてて、切ってんじゃないの。パンチで殴ったみたいな穴が開いてて、そこから、剥き出しで線が引っ張ってあって、その先に蛍光灯のその、つけるやつが、こうつける、こう端っこみたいのが、出てるっていう、家なわけ。で、それも、びっくりしたと。こんなの管理会社の私たちも知りませんって、そういう話になるわけ。で、その後もう分かったと。もう勢い乗って押し入れの天井に、びっちり貼ったらお札ね。これこれと、ね。これはって言うたびにそのさ、その不動産管理会社のやつの驚いててさ。で、挙句の果てはこの物件を、ね、あんたのところは、その、さらに今までの家賃から値上げするって言ったんだぜっていう、そら出るだろうみたいな話をして、したらその、不動産屋さんが愚痴モードになって、もう本当に分からず屋の大家でと。ね、我々も言ったんですと、まあ、このことは知りませんけど、少なくともこのご時世に値上げはありえないと。どんどん老朽化していく、築何十年だっけあれ、築二十何年の物件を、さらに2年更新してもらうのに、その、家賃を上げるのは考えられないって言ったんですけどっていう、こちらどももう、弱みを握られてましてって、みたいな話になって、何その弱みっていうのは、いや、もともとこの物件をですね、結構ぼったくりので売りつけたのが、うちの先代の、みたいな、知らねえよ、そんな、うんぬんかんぬんは、みたいな、そういうことまで、まあ、そこが晴れて出てたんですけど、ちょっと話もっと戻しますけど、その、ほいでね、その、俺が池袋界隈を、池袋から高田の馬場界隈を歩いてて、俺がそのドッペルゲンガーに、その会う、あったと。で、これはその、ドッペルゲンガーみたいな、そういうちょっとオーラの泉的な話ではなくなんですよ。結果ね、この何週間にわたって、俺はあそこにあるいらないものをバンバン捨ててるわけですよ。その、出先にある。で、そこには、当然、俺が着てた服とか靴とかそういうのも、わざわざ家に持って帰んないでも着替えられるようにいっぱいあったやつだけど、家に持って帰るのには、もう、下手ってかいらないようなものも、どんどんゴミ袋に詰めて捨ててるわけですよ。それを、がたいのいいホームレスが、丸ごと着てるのよ。だから俺カジュアルの、上から下まで全く俺の、先週までの俺の服を着たと。ホームレスの、ちょっと、ホームレスの人はまた、もともと太ってるのに何十も着るじゃん。ね。そのせいで、ほぼ俺と同じ体型になった、何週間か前の俺カジノホームレスの人が、今池袋界隈をすごい歩いてるから、俺目撃団が、特にいつもの俺の格好を知ってる人からの、俺目撃団が相次いでるってそういうこと。月曜日じゃん。一瞬いいから、ガルメモです。あのね、ゲラゲラメモです。です。ぞー。メラ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 。で、むしろ、最終ボールで 100% 目指してますから。で、わかんないけど、そうすると、メモ、やめろよーメモです。リストカッター、ケンイチ。痛快少年向けアニメーションリストカッターケンイチ。まああれですよ、だから先週もちょっと言いましたけど、ドラえもんっていうのは秘密道具を持ってて、でその秘密道具でいろんな出来事を解決しますよね。で服部くんで言えば、服部くんは忍術を知ってますから、いろんなドタバタが起きても最終的には忍術で解決しますよね。でレイプマンはそのいろんな揉め事をレイプで解決しますよね。そういう、まあ今言った3つの藤子不二雄作品の流れを組むですね。
あ、一つちょっと毛色が違うね。あれだけなんかこう、ジャイアン的な、ブタゴリラ的なやつが出てこないもんね。このリストカッター健一はですね、大体のまあ、あの出来事をですね、リストカットで解決するという名作アニメなんですけども、それのストーリーを送ってもらうというコーナーです。まあ、もともとは、リストカッター健一が急にもリストカットしたくなるようなシチュエーションを書いて送ってほしいってことだったんですけども、まぁ、ちょっと整理して、そのリストカッター健一っていうアニメの、1話1話のストーリー紹介を作ってもらおうっていうコーナーになりました。いろいろこう、皆さんからいただいたやつに少し足したり引いたりしてですね、書式を整えましたんで、第1回、こんな風に第2回目から書いてほしいという感じで聞いていただきたいと思います。本日はですね、ペンネーム伊藤康俊。ケンイチ、突然エロスな気分になるの巻。ある日のこと、突然エロい気分になったケンイチ君。しかもあのエロ DVD のあのシーンが今すぐ見たいと具体的に浮かんでしまったからさらに。こうなったら他の AV でお茶を濁しても後でリストカットは必死。そうですよ。リストカット消えちゃすぐそうですから。そうです。その辺分かってますから、あちこち探してやっとのことでその DVD を見つけたまでは良かったが、例の良いシーンでシンクエラーが発生し、画面にブロックのノイズが次々と現れ、結局止まってしまった。ゆっくりとパンツを上げたケンイチ君は、こういう書き方をするコーナーです。こういう書き方をするコーナーね。あの僕らのね、子供の頃はね、テレビマガジンっていう子供向けの雑誌があって、だいたい仮面ライダーとかお化けの Q 太郎とか、まあお化けの Q 太郎どっちかというとヒーローものが多かったんですけど、来週こういうストーリーになるのでお楽しみにみたいなのがあったんですけど、そのイメージですよね。エンディングはブシャーって血が出ながら、これでいいのだみたいに終わってきますからね。じゃあですね、続いてペンネーム、ロンダリング中につき、ケンイチ、パンを買う、の巻。ラジオの深夜放送で DJ が美味しいパンの話をしていた。それを聞いたケンイチくん、どうしてもパンが食べたくなって深夜のコンビニへ。しかし、パンコーナーにパンが一つもない。困った。手首を切るしかないのか。ふと横を見ると、買い物カゴに大量のパンが。ああ、まだ並べてないだけか、と思い、中にあった練乳ソフトフランスを手に取ったところ、オタクっぽい店員から、それ廃棄なんで、勝手に取んないでください、と言われてしまった。走ってコンビニを後にしたケンイチくんは、心弱えよ。まあもともと書式が決まってなかったんで、あの元々のエピソードとしては、その夜コンビニ行って、自分がね、そのすっげえ落ち込む時はみたいなことで、夜コンビニ行って、あのちょうどなんていうの、二の入れ替えみたいな時あんじゃんか。ああいう時に、これってもう取っていいのか分かんないのかっていう位置にお弁当とかあるよね。あと雑誌とかも、紐は結んでないんだけど、なんていうの、たまにあんのがさ、まあ、ヤングサンデー、ね、ヤングサンデーを先週買い逃したから、買いたいと。で、ヤングサンデー発売日が、木曜じゃないですか。水曜の夜中、木曜の早朝に当たる時間に、うわ、俺先週買い逃してると思って、今、どっか余ってねえかなと思って行くときってあるじゃないですか。行くと、積んである雑誌の中に、俺の目指してる、その、ヤングサンデーがあったりとかして、それを、これ買おうと思うと、すごい怒られたりするときあるんだよね、なんかね。もうなんかそういう伝票とか出してくから、つって。その、買っていいのはこの新しい方のやつだったら今から出してもいいけど、それはダメみたいになったときに、ちょっとな、これはもう戻すやつっていう、
手続き取っちゃったから、新しい方だったら、新しい方も紐で束ねてあって、この紐切りますよって言って、出すの、こっちはいいですよとか言われて、あ、ごめんなさい、紐切んなくていいんだよ。俺の動脈、ちょっと切ってもらっていいですかみたいな、あの感じにはなりますわね。続いて、こいつ久しぶりだな、ペンネーム、便所。健一、横断歩道を渡る。もう横断歩道を渡るだけでってのはいいんだよね。これなの俺の聞きたかったところってか、目指したところは。健一、横断歩道を渡るの巻。横断歩道で、ボタン式のあの信号の、ボタンを押して信号が青になるのを待っていた刑事君。すると後から来た女が10秒ぐらい待ったところで、こいつボタン押してねえんじゃねえのみたいな顔をして、もう一回ボタンを押した。その2秒後に信号は青に。やっぱこいつ押してなかったわ的な感じで横断歩道を渡る女を見送り、自分は渡らなかった刑事君は。なっちゃったんだろうな。もう渡るの巻なのに渡ってねえもの。結果渡るとこまで行ってねえもの。ケイチ君がストーリー上どこに行こうとしてたのかもわかんねえもの。もうただすげえケイチ君の気持ちはわかるね。切るまでじゃねえけど、あん時なんかさ、見ず知らずの人に使えねえ扱いされる時あるよね。あの、なんだろう、どこに持ってっていったらいいのかわかんない、あの見ず知らずの人から使えん、うわぁ、やっぱこいつ使えねえっていう。なぁ、あの時ほんとだよ。絶望的な気持ちになるよね。続いて、横断歩道ネタが、あの、もう一個あったんで、あの、それもじゃあ一応連作に私が書きいたしました。別の方です。ペンネーム、ラジオ愛好家。ケンイチ、また横断歩道を渡るの巻。ある日のこと、急いでいたケンイチ君がかなり幅の広い高速道路下の横断歩道に差し掛かった。ところがその途端青信号が点滅を始めてしまった。まだ点滅し始めたばかりだから渡りきれるなと軽い気持ちで走るケンイチ君だったが、真ん中に差し掛かるあたりで信号は赤に。ダッシュで渡りきってしまおうとすると、フライング気味に走り出した自動車がクラクションを鳴らした。びっくりして狭い中央分離帯に戻るケンイチ君。息も絶え絶えであたりを見ると、一人ぼっちで道路のど真ん中に立つケンイチを両サイドのみんなが見ているような、目をそらしているような、ダクダクと流れる汗を拭いてからケンイチ君は。また渡ってね。そういう意味ではさ、ちっちゃい時から横断歩道は危険だって先生教えてくれましたけど、かなり危険ですよね。かなり危険なんです。当然あれですよ、他の方からまたまた横断歩道を渡るの巻は来てくれて構いませんけど、あとどんなのある横断歩道でへこむやつ。あれ、あの、俺があんのは複雑な横断歩道ってあるんじゃん。右折信号とか左折信号とかがなっててさ、これで必ずしもその横前をビュンビュン通ってる車が、車の信号が赤になったからといって、自分の渡る前の信号が青に変わらない信号ってあんじゃん。で、ああいうところで知らないで、こないだあった話ね。それを知らないで、俺普通に、その自動車の信号が赤になったんだから前が青になるだろうと思って、赤になって一息をいたタイミングで歩き出したわけ、俺が。ね。そしたら、俺が歩いたのを見て、両サイドにいたおばちゃんが歩き出して、俺これ変わんねえと思って下がったんだけど、そのおばちゃんはもう2歩ぐらい出たわけ。したら、車にそのおばちゃんが引かれそうになって、キャーって言って、俺を睨んでるんだよね。俺じゃなくねえと思うんだよ、俺の中では。だけど、俺じゃなくねえとは思うもんの、ただ、もし今大事故になってたら、俺に責任の一端はあるような気がする。いや、だけどもしババアが俺にあんたに責任あるからねってやれば、いや、そんなことはこれは個人死ねばいいのかそうかっていうのあったね。
ケンイチ、またまた横断歩道を渡るの巻はありそうですね。さあ、続いて、ペンネーム村主。ケンイチ、雑誌を買うの巻。通学路の途中で本屋に立ち寄ったケンイチ君。発売されたばかりの雑誌を購入。後で電車の中で読もうとウキウキ。続いて立ち寄ったのはコンビニエンスストア。お弁当を買おうと思い店の中を歩いていると雑誌コーナーに並ぶさっき自分が買ったのと同じ雑誌を発見。もし今僕がここで万引き G メンに万引きの疑いをかけられたら、カバンの中の雑誌を見つけた G メンに詰め寄られたら、俺はどうやって自分の無実を証明するんだろう。いや、普通にしていれば万引き G メンに疑われること自体がない。でも普通ってなんだろう。考えれば考えるほど動きがぎこちなくなっていく。やばいやばい、どうしよう。待て待て、はなから万引き G メンがここにいるとは限らないだろう。いやー、そう思ってみると店内全員が万引き G メンに見えてきた。俺囲まれてる。あー、なんだかわからないけど土下座しながら、お願いですから親には連絡しないでくださいって店長に必死に懇願している顔面モザイクの自分の姿が放送されているニュースをクラスメート全員が見てる様子が頭に浮かんできたぞ。文房具コーナーへと進んだケイチ君は。あのね、間違いなく俺の中にリストカットケイチはいます。います。ただリストカットするかどうかですけども、あの途中の工程まではすごく似てる気がします。だから僕は前も言いましたけど、そういう時に自分があらかじめ持ってた雑誌を、持ってた雑誌が売っている本屋さんに入る時っていうのは、その雑誌を必ずくしゃくしゃにして持つことにしてますんで、わかりやすくくしゃくしゃにして持ったりとか、下手すれば表紙を破いて、表紙だけ捨てて、それをちゃんとこれ見逃しに、聖火ランナーのごとく手に持って中に入ってるのがしますから、もうそうじゃねえと怖えんだもん。もうすげえ怖えんだもん俺。ね、ラストペンネーム豊丸12号。ケンイチとちびっこの巻。このままじゃいけないと数週間ぶりに家の外に出たケンイチくん。人気のない道を散歩あたりが心のリハビリにはいいと思っていたのだが、時間帯が悪かったのか楽しそうに下校する近所の小学生たちと鉢合わせ。いつもならばその無邪気さだけで一本いけるが、一本いけるって好きだね。一本いけるが、今日は覚悟をして出てきてるのでじっと我慢。そのうち聞こえてきたのはちびっ子たちの楽しそうな話し声。ニートって本当にいるのかな。いないよ、いるわけないじゃんか。作り話だよ作り話。立ち止まりちびっ子たちを見送り俺もついにサンタと同じ存在になったかと一言つぶやくと、ケンイチ君は乗り越えたと思ったりや余裕あったから、余裕あったから、ジョークを言う余裕があったから俺乗り越えたと思ったんだけどな。ということでですね、リストカッター、ケンイチくんのストーリーを知ってる人は、何々の巻から、まあ、軽いストーリーですよね。軽いストーリーを、書いていただいて、最終的には、ケンイチくんは、で、エンディングテーマになりますね。必ず、アニメ特有の悲しいエンディングテーマに入りますんで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から、リストカッター、ケンイチの係まで。やばい母ちゃんコーナー。ああもう後戻りできないよ。新コーナー2つ始まっちゃったからね、これね。元々は単なるガバイばあちゃんのダジャレなんですけれども、まあ一応基本コンセプトとしてはですね、まあ10年以上お袋に会ってない伊集院光がですね、この10年という歳月の中で、まあ、同年代の友達から吹き込まれたりですね、あとはこうゲームのマザー3に感動したりするうちにですね、ちょっとこうお袋っていうのもいいもんなんじゃねえかと
まあ、最近思い始めてると。そんなことはないと。あと5年ぐらいは会わなくていいんじゃねえかと思い直させるようなですね、エピソードをいただくコーナーという形でやっていきたいと思います。まあこれ書き方も何もエピソードを書いてくれればいいんですけども、最終的にはですね、俺が参ったって言うかどうか、俺が参るかどうかっていう、ほいじゃあですね、ほんとでもすげえな、ペンネーム105、母ちゃんがリビングで昼寝中、母ちゃんの向こう側にあったティッシュを取ろうとした僕。その時僕は半袖を着ていて、僕の腕が母ちゃんの口にちょっとかすった。すると母ちゃんは突然目を覚まし、今チューしたでしょ、ね、あなた今チューしたでしょ、うわー参ったー、もうダメだわー、もうごめんなさい、本当にもうすいません、一人で行きます、僕は僕培養液の中で発生したってことになりません、そのマミーの和江と無関係に、そういうわけいかないですかね、今チューしたでしょと反響欄になって叫んだ。僕は慌てて冗談寄せ、冗談寄せと状況を説明し、なんとか丸く収めました。しかし、数年経った今でも、おそらく疑ってはいるでしょう。うわぁ、お前よく旅立たなかったな、偉いな、俺旅だわ、旅だわ、もう完全。うわ、すげえな、グレートジャーニーだわ、もうそんな、お母さんが、今チューしたでしょ、チューしたでしょ、民族大移動だよ、当たり前だよ、もう。もう痕跡を少しずつ残しながらですよ。こんな無理で、だからすごいと思うのは、これね、読んでると俺やっぱりね、この10年でお袋ボケしちゃってんの。だからすんごいこう悶絶するんだけど、高専の渡辺は一旦その池袋のクソアパートに居候したりしてたものの、今やっぱり親元にもう一回帰ったりしてますから、結構免疫あるんだよね。マームってそんなもんだよみたいな、マームってそうよ的な感じなんだよね。ラジオネーム特急緑、先日母親と本当は怖い家庭の医学を見ていました。確か女性の病気特集だったので、僕はあまり興味なく見流していたのですが、次の症状に当てはまる時はといったチェックが始まると、隣にいた母が12歳までに所長があった丸、性交痛がある丸と声を出してチェックを発す。参ったー、もうすごい参ったー、何ガレ流星群だよお前、その性交痛とかさ、もうすごい、俺やば、俺ちゃんボキってやば、ギブスギブスやば、心が心が一瞬光る深夜のバカ力。うわー、やっぱ現役はすごいね。おそらく現役がこれだけこう書いてきてくれてると思うんだけど、だからさ、うちのおふくろももう要するに70になるわけですよ。おそらく。多分僕40になりますから、30歳の誕生日。僕がおふくろ誕生日一緒なんですよ。で、そういうこともおふくろって言うんだよね。なんか幼稚園ぐらいの時に、俺がお母さんの30歳の誕生日に自分が生まれたから、ちょうど、僕の年に30を足すとお母さんの年になるんだよって言ってもらって、お母さん恥ずかしかったわ、みたいなことをさ、ものすっごい面白い話のごとく、ね。なんかわかんないけど、言う感じとか思い出すし、もっと言えばさ、さっきのさ、引っ越すのにあたってさ、まあ、これいらねえかと思ってさ、服捨てたりとかするじゃん。お袋ってさ、ああいうの目ざとくゴミ箱から取って着るだろ。俺のいらないって判断した俺のものをさ、お袋の世代はもったいない、もったいないだから、もったいないでなんだか国連で表彰されるつもりかなんか知んねえけどさ、もうすっかり俺のいらなくなったもんで、で、こっちはさ、油断してんじゃん。そんなの絶対捨てたと思ってか油断してんだけどさ、なんでお前荒川七中のジャージ着てんのと思うじゃん。俺ある日突然あいつ着るんだよな、意味わかんねえんだよな。だから僕の
が部屋にでもしろよって言って、厚生の渡辺くんにあげた、なんとの、僕には入らないサイズの T シャツとかを業界の販売促進みたいな、レコードのキャンペーンのグッズみたいなのでくれたりするときあるわけです。で、僕、それあんま、自分のサイズには入らないから、その、厚生の渡辺くんにあげたりとかするわけですよ。ね。で、そうすると厚生の渡辺くんがしばらく来た後に、渡辺くんもいらなくなるから捨てるじゃないですか。そうすると、もったいないが出ちゃって、いつの間にかですよ。ね。いつの間にか、その、お袋が、その、着てると。ね。なんでお袋、今、その、中途半端により、シザーハーンズって胸に書いてある。シザーハーンズの宣伝を受け負ってるんだよって思うんだけど、そういうもんだもんね、母親ね。ということで、まあ、そういう、やばい母ちゃんのコーナーは、僕に参ったって言わせてくださいよ。ね。お前な、その、母親幻想とか、親孝行幻想とかでうっとりしてんじゃねえぞと。ね。てめえ、忘れてんじゃねえぞと。俺が途中でタップするような。もうタップするほかないような、マームの。マームのエピソードを送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院から深夜のバカ力から、ヤバい母ちゃんのかかりまでお待ちしておりやすと。夢太郎が来る。夢太郎が来る、まあ夢太郎を皆さんの夢の中にこう送り込んだというか解き放ったのはこのコーナーを作った僕なんですけど、実際の僕が夢太郎に会うのにすごく悪戦苦闘してまして、今週はメモ、夢メモで皆さんに僕がおすすめしてるのは夢メモと言って、枕元にメモを置いてガバッと起きた時にもうメモをとりあえず書けと、これでその書けるだけ書いてもう出てこないと思ったら、そのメモを見ながらその夢を文章で、記憶とメモを照らし合わせてその文章にしていくと、今日見た夢をうまく捕獲することができるっていうやり方なんですけど、それを一歩進めて、ボイスレコーダー、ボイスレコーダーにその吹き込めば、吹き込んでもう一回聞けば、より夢が捕まえ安いんじゃないかっていうことを夜考えながら僕は寝たんですよ。ほんで次の日バーって起きて、ボイスレコーダーを用意してないんですよ、僕。用意してなくて、ボイスレコー、あ、そうか、ボイスレコーダーだったら、もっとメモよりも楽に、できんなって思っただけで寝てるから。ほんで、ボイスレコーダー、ボイスレコーダーって探したら、ボイスレコーダーなんかないわけ。したら、携帯電話は充電してたから、携帯電話のボイスメモでいいやって、俺は思ってると思うんだけど、なぜかそれを神さんに電話かけてんだよね、俺。起き抜けに。ボイスレコーダーをやってるつもりで神さんに電話かけてって、これで、その、寝ぼけて、夢太郎、夢太郎が、夢太郎がって言ってると、隣で神さん出てて、その枕元で神さんは電話鳴ってるから電話出るじゃんか。電話出たら、俺が隣で電話かけてるじゃんか。したら神さんはからかわれてると思ったみたいでさ、朝から何やってんのみたいな話になって、で、俺もう夢うつでわけわかんなくなってるわけ。あれなんで、ボイスレコーダーの中から、神さんの声が聞こえるんだろうみたいな感じで。で、さらに横見ると神さんがすごい怒ってて、何をみたいなこと。てか何をじゃないんだよ。お前の声が今、ボイスレコーダーから聞こえてくるんだよみたいになっちゃってるから。何やってんだ、このポンコツ。このポンコツ。ねえ。そんな中ですよ。そんな中、皆さんの夢の中にはかなり夢太郎が現れてるようで、まあ一応ですね、私が解き放った夢太郎に関してはですね、全身タイツを着ていること、それからマスク、仮面をかぶってる、まあお面をかぶってること、それから大きな袋を持っていること、ね、それから、長靴を履いていること、それと胸に、漢字一文字のマークが書いてあること、ね、このあたりの漠然とした、情報を渡してるんですけれども、かなりですね、いろんな状況にっていうか、いろんな形で、夢太郎、いろんなお家に、現れて、おりますと。ほえじゃですね、どれから行こうかな。ペンネーム死神フランダースかな。僕の夢では、学校の廃墟で夢太郎を探している。僕の夢は学校の廃墟で夢太郎を探してるというものでした。
設定上学校の廃墟にいるとなっていましたが、今考えると汚いボーリング場の廃墟でした。探している途中から夢は始まったのですが、僕はなぜか真鍋香里と一緒にいました。探していると突然サバンナにいて、真鍋香里は消え、代わりに伊集院さんが出てきました。上半身はランニングで、下半身は裸でした。その格好はもちろんのこと、突然サバンナに来たことも、真鍋香里が消えていることも突っ込まず、僕は伊集院さんに話しかけました。夢太郎がどこに行ったのか知りませんかと聞くと、俺疲れてんだよね、話しかけないでくれると冷たく突き放されてしまいました。夢はそんなところで終わってしまいました。夢メモにはミシン針と書かれていましたが、ミシン針が出てきた記憶はありません。ここ大事、すごい大事これ。夢太郎には会えませんでしたが、サバンナで下半身が裸でランニングをしている伊集院さんに会えました。これね、すごい大事なんですよ。あのね、何かね、あの起きてすぐに、メモを書こうと思うじゃないですか。そうすると、忘れちゃいそうなことを先に書こうと俺は思うのね。意外にその思いっきり強烈だったところは忘れないだろうから、忘れちゃいそうなところから書こうと思って書いてるうちに、書いたことも忘れてくし、覚えてたはずってとこも忘れてくる。その強烈だから覚えてるはずっていうのも忘れちゃうんだよね。友近にすげえ怒られたことだけ覚えてんだよね。その不思議な感じなんだよね。だから多分忘れちゃうと思って最初ミシン針書いたんだろうけど、もう忘れちゃうんだよ。何あの夢。なんだろうね。濃いものいただきましたね。じゃあですね、続いては、どんどんわけわかんないのに来ますよ。ペンネームガリポキン。先日熱を出した時に寝て起きてを繰り返し、4度目ぐらいの眠りの時に夢太郎関連の夢を見ました。舞台は体調が悪い時によく見る夢で、数年前の祖母のお葬式でした。周りはみんな泣いているのに、僕だけどう頑張っても涙が出ない。僕も祖母が大好きだったし、すごく悲しいのに、という感じのいつもの切ない夢でしたが、今回は少し変なルートに入りました。僕の父の発案で、祖母が今焼かれている火葬場をバックに、みんなで記念写真を撮ることになり、華麗なる一族のような写真がカシャッというシャッター音とともに出来上がります。変な表情の僕を含め、そのセピア色の写真が目の前いっぱいに広がってきて、じーっと見ていると、ロンドンブーツの田村厚志さんの声で、あと10秒ですと聞こえてきました。ああ、そうかそうか、これはクイズだったと認識した僕は、写真を食い入るように見ます。すると、おばの姿が、ゆっくりと黄色の楕円形に変わっていきます。僕は瞬時に、夢太郎だとひらめき、司会の田村厚志さんに、おばさんが夢太郎に変わっていくと、耳打ちをして大正解でした。まだだよ。まだだよ。今考えると、今冷静にその絵を思い出すと、その黄色い楕円形は明らかにマンゴーなのですが、おばさんの姿がゆっくりモービングしながら、マンゴーに変わっていくっていう映像なんだけど、夢の中では、あれを夢太郎だと、なぜか確信していました。その後、敵チームのビビる大木さん、さらに大河内奈々子さんが正解しているのに、僕のいたチームの長州小力さんが全く答えられずタイムアップ。頭を抱えている小力さんに、なんだよ、やっぱ小力使えねえなぁと腹を立てていた時に目が覚めました。夢太郎関連ではあったのですが、かすってもいないその姿に情けないやら笑えてくるやら。でもね、伊集院さん、僕の中ではもう全身タイツとか文字とかお面とか関係ないんです。関係ねえだろ、でも。そりゃ関係ねえよ。だってマンゴーだもん、お前の夢太郎。勝手ばっかしやがってよ、お前らよ。せっかく夢太郎をいっぱい送り込んでんのによ。適当なんだよ、お前らのとこで現れてる夢太郎、いつも。
ペンネーム犬王子、夢太郎に会えました。友人と昼飯を食べに行くため、これもう夢の中ね、友人と昼飯を食べに行くために地元の荻窪駅から電車に乗り、数駅先の荻窪駅で降りて、これもすごい来たんだよね。わかる、すっごいわかる。夢ってそんなだよね。なんかこう、乗った時のこととか一旦忘れて、ずいぶん電車乗ったなと思って降りた駅のこと考えて、あれどっから乗ったのかなっていうと、あれ同じ景色だなみたいな、こういうのありますね。ものすごく小さな自動改札をくぐって、駅の裏の鬱蒼とした森を進んでいくと、明らかに潰れているレストランにたどり着きました。あー潰れちゃってるよーと帰ろうとしたら、レストランの中から全身銀のタイツに水泳帽と競泳ゴーグルといういでたちの中学の同級生のエッチが出てきました。胸には競う、競馬の競と書いてありました。おおエッチじゃん、久しぶりーと声をかけると、彼はゴーグルと一緒に自分の顔も撮りました。撮った顔の下にはまたエッチの顔が。僕はなぜか自分の顔そっくりの、彼はなぜか自分の顔そっくりの仮面をつけていたようです。それを見た僕は、H が夢太郎であることを確認しました。だってさ、水泳帽とゴーグルはさ、言ってねえもん、こっち全然さ。全身タイツと胸はかろうじてだし、あと仮面もなんかかろうじてだけどさ。H は今から仕事でディズニーランドに行くんだ、お前も行くと言ってきました。ああなるほど、夢太郎はディズニーキャラクターの一人なんだと思いましたが、急に帰らなきゃいけないような気がして走って帰りました。帰る途中に桂歌丸師匠が、お前も毎月8万円でよくやるなというようなことを言っていましたが、僕に対して言ったのか、並走していた夢太郎に言ったのかははっきりしません。冒頭一緒に飯を食いに行った友人は冒頭以外一切出てきませんでした。これもわかんだよね。なんかきっかけだったくせに一切、なんか最初に行こうとしてたこととか、それすごい重要なやつが、あれ言われてみれば、あれ一切なくなってんなみたいなのあんね。これちょっと好きだな。じゃあですね、続いては、廃棄物13号。4月23日月曜日放送後、ついに待ち望んだ夢太郎と対面。夢の中で僕は兄と二人、自分の部屋でテレビを見ています。テレビには、雨上がり消し隊の蛍原さんが夕日をバックにひたすらマラソンをしているという番組が放送されていました。しばらく走っていると、蛍原さんが浦島太郎の格好をしている通行人とぶつかってしまい転倒。僕はその浦島太郎を見て直感的に夢太郎だと思いました。だからみんなもうずるいわ。俺多分根が真面目だから会えてねえと思う。夢太郎に会えてない理由は根が真面目で、一箇所もその外れちゃいけないっていう脅迫観念が夢太郎と会えてない理由な気がするんだよな。そしてその浦島太郎風の夢太郎と蛍原さんが口論をし始め、しまいには取っ組み合いの喧嘩にまでなってしまいました。僕はあんなに温厚そうな蛍原さんでも怒ることもあるんだなと思ってテレビを見ていると、隣にいたはずの兄がいつの間にか全身白タイツ、膝まである赤い長靴を履いて座るもう一人の夢太郎と入れ替わっていました。胸には漢字ではなく、ヤクルトスワローズのマスコットキャラクターつば九郎の顔の大きなプリントがありました。ちなみに僕はヤクルトのファンでも何でもありません。隣に座っている夢太郎は少し興奮気味で、テレビに向かってぶつかっておいてその態度は何だ、蛍原さんに謝れと、もう一人の浦島太郎風の夢太郎に怒鳴っています。すると僕に向かってもう一人の夢太郎が、君もそう思うだろう、失礼な話だよなと言ってきたので、僕はそんなことより部屋の中では長靴を脱いだらどうですと冷静に返すと、もう一人の夢太郎はものすごくしょんぼりしてしまいました。そこで夢が覚めたのですが、最後に見た夢太郎のものすごくしょんぼりとした横顔がすごく印象的でした。もう夢太郎っていう
なんつったらいいのかな。一人の人じゃもうないもんね。で、何を思って夢太郎かももうわかんないですね。じゃあ、ですね。夢太郎はね、これいこう。ペンネーム、青ごき。夢太郎に会いたい会いたいと強く思いすぎて、午前に学校があるのに寝過ごしました。今からダッシュで行けば間に合う時間でしたが、そんな気力もないので二度寝したら会うことができました。夢の中で僕はホテルの一室にいました。周りを見回すとベッドが二つあり、片方のベッドの上に夢太郎が膝で立っている状態でいました。仮面はジェイソンの仮面を上下さ逆さまにした仮面でした。うん。あ、会えた。よかった。よかった。感動した次の瞬間、僕はソープランドのローションマットの上にいました。童貞などで実物を見たことはありませんけど、それだと確信していました。全裸で寝そべる僕に夢太郎が、袋からパックのコーヒーを取り出し、ドボドボと僕にかけてきました。これは完全に馬鹿にされてる。と思った僕は、切れて夢太郎に食ってかかり、そして揉み合いになり、僕は夢太郎の仮面を外してやりました。夢太郎は勝俣国和さんでした。勝俣さんはいつものテンションではなく、見たね。さあとか言えないよ。見たね。とすごく小さい声で言ってから、僕だってもうベテランの域なんだからこういうことしたっていいだろうと怒鳴りました。わけがわからずおどおどする僕の頭を、勝俣さんは僕が日頃エロ本を収納している本棚を担ぎ上げて殴りつけました。次の瞬間に僕はゴミ山の頂上で死んでいました。死んではいても実際には考えたりはできるもんなんだな。何事も経験しないとわからないものだな。そんなことを考えながらふと見ると、ゴミ山の前でジェイソンの仮面を正しくつけた夢太郎がピースサインをしていて、胸のマーク、勝つ勝利の勝、勝る、勝又の勝を確認したところで目が覚めましたと。ちょっと好きだな、この夢太郎。ルックス的に好きな夢太郎は俺結構これだな。ジェイソンマスクまではさ、ベタじゃん。ベタだけど、ジェイソンマスクの上下逆っていうのは、いい、なんかセンスの、いいセンスの夢太郎だと思うんだけど。水泳棒とか勝手なもん足してないしね。そういうところは好感が持てますよね、この夢太郎ね。もうラストにしようかな。心がいっぱいいっぱいだから、ラストにしようかな。ですね。ほんとね、どれが正しいっつうかさ、どのね、メールも、採用の方に分けられない、いつもね。採用と、まあ、その、ボツ、大変申し訳ないが、ボツに分けるんだけど、どのメールも、何かしら一行は採用なんだよ、俺の中でね。他のところがそんなに面白くなくても、例えばね、ペンネームハッピーハテナさんは、夢太郎とずっと囲碁をしてるのね。囲碁をしてて、まあ途中またついていけねえような、まあ全部のネタがそうですけど、基本ついていけねえようなところずっと行くんだけど、最後の最後にね、こう、ずーっと長い間囲碁してて、メモ見て囲碁してたって書いてあって、あ、そういや囲碁してたと思うんだけど、ただ起きてよく考えてみると自分は囲碁のルールを知らないってことに気づくんだよね。そこだけでももう全然採用なんだよなぁ。それじゃですね。ペンネーム米朝。これ今日の最後。2007年4月20日午後午前5時半頃の夢。曇っているのか、昼間なのに暗い住宅街を歩いていました。木造の古い建物ばかりで、その家の庭にケージ、ペット用のカゴがあり、中にハムスターがいました。よく見ると猫も同じケースに入っており、大丈夫かなと思っていたら、案の定、猫がハムスターを捕食しました。よく見ると隣にもケージがあり、中には猫とスカンクがいて、猫は棒に両手でぶら下がり、尻尾でスカンクの首をぎゅうぎゅう締めていました。スカンク頑張れ!スカンク頑張れ!と思いましたが。こんなケージを保有している人間の気配が怖くて。いい夢出してんだお前なんかすげえいい夢出してるよ。近いうちに公開映画のプロモーションでデビッド・リンチが来日するから、
あげな。これでね、スカンク頑張れ、スカンク頑張れと思いましたが、こんなケージを保有している人間の気配が怖くて、逃げ出そうとすると男に道を塞がれました。その男は青いトレーナーを着ている、ムサカ・ナオマサのような大男です。男は、男とは初めて会ったはずですが、この辺注意して聞いてくださいね。男とは初めて会ったはずですが、急にその男がゴルフボールのような凹凸のある仮面を被った姿の記憶が蘇ってきて、これすごく僕わかりますね。全然初めての夢なのに、あーこいつ前に仮面被って会ったことあるって夢の中で一気に思ってるっていう感じ。こいつが夢太郎だ。夢太郎の正体だと思い、親、かっこ、今現在の姿、や、木下くん、かっこ、今現在の姿も知っているのに、なぜか小学生の時のままの姿に相談しましたが、その人は、夢太郎ではなく、遠藤さんだから、赤ちゃんを渡せ、と言ってきました。でも、いつの間にやら抱いている、そして大事な子供という認識になっている、この赤ちゃんを渡すわけにはいかないので。そうだ、伊集院さんを呼べばいいんだと思いましたが、すぐに、ああ、今はラジオ中だから来てはくれない、と思い、口論しているうちに目が覚めました。以上、枕元にあった汚い字でびっしり書かれたメモを元に書きましたが、メモを書いた記憶が全くないので、少し怖いですと。あー、だこの感じは意識朦朧でメモは書きますわね。メモバーって書きますよね。書いて、で、それでもこう、眠さに負けて寝ますよね。これでもう一回起きますよね。起きた時に夢は少し覚えてますよね。で、メモを読めば読むほど、その、ああ、こういう夢、こういう夢っていうのを今目の文章に起こしますよね。起こした後に、さて、でも俺、このメモって起きてあったけど、書いた覚えはねえぞっていう、そういうことですよね。ただ、これはね、デビッド・リンチあげた方がいいなぁ。あの絵いいもんね。ケージのさ、暗い感じのケージの中にさ、猫がさ、その、俺のイメージでは、カナリアとかオウムを飼うときに、その、止まるようになってる、ブランコっぽく止まるようになってる棒のところに猫が両手で懸垂するみたいにして止まって、昔ほら、平行棒みたいのをさ、歩く猫の CM あったじゃん。なんかこう平行棒をする、鉄棒をする猫を見たら思い出してくださいっていう CM あったじゃん。あんな感じで上をこう上でそのぶら下がって、普通の顔してるんだけど、全然素の顔してるんだけど、尻尾ではスカンクの首をギューギュー締めてるっていう、でいて、うわーと思うんだけど、よくよく考えたらこの2個のケージのセットの持ち主って、この家にいるんだよなと思ったら、まあ怖いよね。そこに来る顔がさ、ムサカ・ナオマサってのがいいじゃない。すごくいいじゃない。いやー、これでも夢太郎に会えましたね。だからきっとね、面白いのはこうやって、このことを喋ると、意外にみんなが一番、表面的にかどうか、真相的にかもしれないけど、お気に入りの夢太郎に会う傾向が強いね。だから多分来週、捕獲される夢太郎は、ムサカ・ナオマサであるケースが、強いような気がするなぁ。あとね、意外に俺みんなを助けないね。それが悲しくなったぜ、意外に。あ、俺そんなに信用されてねえんだっつうか、結構、今のもそうじゃん。みんなをすごく諦めさせるんだよね。俺意外にね、みんな俺を頼りにしてくれるんだけどね、完全に俺が助けてくれたケースってね、ほぼないね。なんかごめんね。なんかごめん。郵便番号1086066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る、深夜のバカ字から夢太郎が来るのかかにまでお待ちしております。月曜伊集院光る深夜のバカ字から。今あなたの肩を誰かが叩きました。誰？伊集院光です。
火種を投げ込め。別段仲が悪くもない、芸能人同士の間に波風を立てるためにですね、根も葉もないですね、噂をこう投げつけてですね、あの喧嘩させてやろうという、おやまあいつが親分のことあんなこと言ってましたぜ的な、いい大人が公の電波に乗せるべきじゃない、コーナーですと。いくよ。ペンネームゴルベリア。大沢あかねは昨年、佐藤愛子が自分がさも日ハムファンみたいな発言をしたらぶん殴ってやるから絶対に教えてねとスポーツ記者に会うたびに言っていた。ペンネーム105、大月教授。デューク・サライエのウォーキングが肩甲骨に悪影響を与えるとする論文を学会に提出。伝次郎の司会室にたびたび忍び込む大月教授、見慣れぬ薬品を片手に。でも後で読むわ。沖縄公園で節子ママ泉元哉にお袋さんをイントロにセリフ付きで歌わせていた。振付師南さすがはラッキー池田の増上路に切り札を注ぐテロを計画中。危ない危ない。新山千春、夫である西武ライオンズ黒田が三振するたびに中根霞の写真をズタズタに。楽屋ではもっとしっかり喋ってるくせにと坂井俊哉を見た温水洋一。星野亜紀は都内で火災のニュースがあるたび周りの人に陽子ちゃんアリバイ大丈夫かなと可愛く心配そうに言う。控え室で寝ていたカンニング竹山の尻をこっそり掘ろうと前田健とカバちゃんが鉢合わせ。鉢合わせじゃねえ。リアディゾンに愉快な日本語を吹き込むインリンオブジョイト。ギャル曽根のうんこはボーリング玉並みにでかくて硬いとウェル・ジャンヌ・ダルグ赤坂隆子が。ベッキーが関根麻里の弱点を探っている。斉藤兄弟、合コンの席で幽体離脱やってとやたらに言われるようになり、ザ・タッチを見るたびにイライラ。脳科学者の茂木教授、脳を鍛える大人の DS トレーニングを起動し、ポリゴンの川島隆太郎教授に向かって、おめえにはノーベル賞は無理なんだよ、俺は取れるけどねと5分ほど語りかけるのが日課。水着にならねえグラビアアイドルなんざただのメス豚さねえと星野亜紀、着せる片手に。なんだよ。北斗晶は夢の中で素早く動き回るジャガー横田に一斗缶をいくつぶつけられるかというアトラクションを楽しんだことがある。こんなかな。大沢あかねが去年、佐藤愛子が自分がさも日ハムファンみたいな発言をしたらぶん殴ってやるから絶対教えてねとスポーツ記者に会うたび言っていた。ペンネームゴルベリア。伝次郎
郎の控室にたびたび忍び込む大月教授、乱れる薬品を片手に、ラジオネーム略して地下中。これ好きだな、脳科学者の茂木教授。脳を鍛える大人の DS トレーニングを起動し、ポリゴンの川島隆太教授に向かって、おめえにはノーベル賞は無理なんだよ。俺は取れちゃうけどねと5分ほど語りかけるのが日課。天然は花より大名。そうですね。ラジオネーム酒館怒り役。新山千春、夫の西武ライオンズ黒田が三振するたび、中根霞の写真をズタズタに。これもよかったな。振付師南さすがって久々聞いたね、名前をね。ラッキー池田の増上路、増上路、難しいね、増上路に気流酸を注ぐテロを計画中。踊るたびにチュッチュッつって。ウルトラマン来たったろ。ひよこ豆。ベッキーが関根まりの弱点を探っている。ペンネームコーンコロッケ45。星野秋は都内で火災のニュースがあると、周りの人に、陽子ちゃんアルバイ大丈夫かなーと可愛く心配そうに。星野秋腹黒いな、おい。ペンネーム人六さんの宴。控室で寝ていたカンニング竹山の尻をこっそり掘ろうとして、前田健とかまちゃんがばったり鉢合わせ。いいなぁ。前田健とかまちゃんがこうばったり鉢合わせした時の感じがいいよね。その後の掴み合いの感じ、キーっていう感じの掴み合いと、竹山くんのこう、もういいから順番に掘りゃいいじゃんっていう。竹山がもういい、もう面倒くせえと。ね、面倒くせえからもうはいはい、もう順番に掘って帰ってくれっていう感じね。それはもうすごく僕のいいですね。ということで、根も葉もない噂で、芸能界に波風を立てたい人は、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から火種を投げ込めの係までお待ちしております。やらしてやらしてちょっと三上あげるからやらしてやらしてピーってなる上のラムネあげるからやらしてやらしてやらしてうまい棒の袋についた粉あげるからビッグポイントカードあげるからあげるからあげるからやらして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 もういい加減にして大バカの壁。このコーナーはですね、暴走族とか、まあ、チーマーとか、あと同化してる人がですね、いろんなこう、公共物の壁とかですね、建物の側面とかにですね、スプレーでこう、いろんな落書きしたりしますね。マジックとかで落書きしたりするのを、写メで撮って送ってもらって笑おうというところなんですけども、嬉しいのはですね、土曜日、日曜日の夜あたりがですね、投稿数がぐっと増えるんですよ。レジャーとして探してらっしゃる方がいるっていうことですね。だからこのゴールデンウィークはですね、もしかしたらこう、方々でですね、バカの壁を取ってくれてるんではないかと思ってるわけなんですが、相変わらずですね、頭の悪いやついっぱいありますね。じゃあまずはですね、こちらから行きたいと思います。ペンネーム、花正。埼玉県草加市にある某大学の2階の男子トイレで発見。細いマジックですが、丁寧に大きく、セックス系なのか、新ジャンル、報告系と言えるのか。性欲を持て余す。系ではないんじゃないかな。性欲を持て余しています、もしくは性欲を持て余しておりますの場合は、まあ報告系、報告してもどうにもなりませんけども、まあね、性欲を持て余すね、そういう状態を書きたいんでしょうね、今現在のね。それに対してですね、ペンネーム夢弁慶。秋葉原の古本市場、古本市場ってお店の名前、古本市場のあるビルのエレベーターの中で発見。黒いサインペンのようなもので自信満々に、セックス系、これどう、セックス系、
あのね、これもね、セックス系なのか報告系なのか、こっちは報告系です。8回しこった。報告します。8回しこった。下がってよろしい。続いてですね、ペンネーム藤子ヘミング A、 小田急線町田駅より徒歩20分ほど、最近完成したと思われるトンネルの中に早速書かれていた大バカの壁、黒いスプレーで有名人系、相当なファンなのだろうが賛成しかねるという人も多い意見だと思います。東千鶴かわいい。東千鶴はさ、さんがさ、ここ通ったらどう思うのかね。東千鶴かわいいって書かれてるの見て嬉しい？嬉しくねえよな、別にな。それもさ、比較的新しくできたトンネルに、その書かれてるくっきりさから言っても新しいんですよ。ね。で、東千鶴かわいいですよ。ね。金子信夫と昼飯の番組やってた頃ぐらいまで遡ってやっとぐらいだと思うんですけど、東千鶴かわいいっていうセンス、あ、東千鶴かわいいっていうセンスだから落書きしちゃうのかな。続いてですが、これすごいなぁ。ですね、ペンネーム特技はコサックダンス。池袋サンシャインシティワールドインポート連の、搬入室用のエレベーターの中で発見。はい。それこそ仕事部屋、引き払った仕事部屋すごい近いですけど、普通の黒マジックで無数に書かれていますが、これ写真なんですけどね。無数に書かれてるんです。すんごい量書かれてるんです。大きさ、縦横1メートルぐらいの巨大なものから小さなものまで様々。これ見てるだけで、こうパッと見ただけで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20 ぐらい、うわーって書いたんですけどね。お腹が空いていたのだろうか、それとも買うことができない怒りをぶつけたものなのか。ウニ、カニ、ウニ、カニ、ウニ、ウニ、ウニ、カニ、カニ、カニ、ウニ、カニ、ウニ、カニ、ウニ、カニ、カニ、カニ、ウニ。何かね。ワールドインポートマート。ワールドインポートマートの上って、なんだ？水族館とかある？水族館でウニカニか。か、ウニカニとか売ってるような店ってある？それはなさそうで、なんだろう？ウニカニ、ウニカニ。こんなにすごいよ、これ。ものすごい量書いてありますよ。ウニカニ、ウニカニ。ウニ、ウニ、ウニ。カニ、カニ、カニとか書いてありますからね。わからんねえ。B プロジェクト、西武池袋線秋津駅から徒歩20分、スーパーコモディーダ付近にある住宅地の壁で発見。赤いスプレーで発見者に犯罪を強要する大バカの壁。見た人はチンチン出せ。やだ。やだよ。ただこの系統もう一個来てますよ。ペンネーム指毛。埼玉県飯能市日高市狭山市の境目あたりにある県王道狭山日高インター近くで見つけた大バカの壁、黒いスプレーで一体誰に呼びかけているのか。みんなチンコ出して。命令じゃないですか。なんか俺のイメージはキョンキョンの時の生徒諸君っていう感じなんですけど、なんかこうね、ああ
ゆレディー的な、みんなチンコ出して妖精ですから、こっちは。あの、強要じゃないですよね。強要よりは全然いいですよね。みんなが、その自分の自己責任でチンコをね、出すか出さないか決められますから、見た人チンコ出せじゃね。なんかね、クリック、知らないでクリックしたら要求されちゃってるみたいな、そういう感じですもんね。普通に歩いてて見て、見たよ、確かに見たけど、みたいなことになりますから。まあ、ゴールデンウィークね、出先でバカの壁を見つけたらですね、ぜひ写メで撮ってですね、番組ホームページ宛てに送ってください。お待ちしておりまーす。誰だよ。何雷だよお前。ジャンク。今週の太田総理。先週から始まりました。今週の金曜、金曜に放送される、太田総理の内容を教えるコーナーです。ペンネーム西中根。今週のゲストビートたけし議員が出したマニフェストは、テレビ等で女性器の名称を出しても伏せる必要はないというもの。ビートたけし議員が軽いジョークで出した法案に、太田総理がついでにエロビデオのモザイクも全て廃止してほしいですよねと合わせる。ここまでは予想できた展開。しかし田島陽子議員が賛成の席に座ると一度びっくり。聞けば男性器は発音してもいいのに女性器はダメなんておかしいとのこと。田島先生は周りが引くほどの大絶賛の挙句、しまいには女性器名称を連呼し、スタジオは騒然。金美玲議員も便乗して自分の番に女性器名称を連呼。はい、私の番、これは私の番。いたたまれなくなった和樹さんや、やっぱり恥ずかしいからととりあえず涙目で反対派に、最後はビートたけしの方があんなおばさんに連呼されても暴人がなえると自ら法案を取り下げようとして大爆笑。いいですね。目に浮かぶようですね。僕がここで気に入ったのは、我々がちょっと持て余していた金美玲、議員の私の番っていう言葉ですよね。金美玲議員言いますよね、必ず私の番ってね。続いてですね、ラジオネーム阿蘇国際マラソンプラスペンネームゴリキング。今週のゲスト伊集院光議員が出したマニフェストは、包茎チンポを通常とし、包茎手術を禁止、ズル向けを包茎に戻す手術を義務化します。賛成側の三浦淳議員が美大出身らしく、ダビデ像の写真を持ち出して、これはルネッサンス時代に作られたもので、ルネッサンスは人間の価値を見つめ直そうという運動でしたが、この皮をかぶったダビデ像が世に認められたということは、この形に価値がある、これが良いということです。皮を切るのはもってのほか、と言い拍手喝采。気を良くした三浦議員は、弾痕の形の工芸品を取り出し、これはマラ観音中土産物でと喋り出し、話が大脱線。みんなが話を制止しても止まらず、スタッフにつのみ出されてしまう。また、賛成側の和樹さやが、涙をこらえながら、私は、反対側だ。逆だ。賛成側の和樹さやが涙をこらえながら、私は、余った皮をいじるのが好きと言うが、反対席のケビンが、アメリカじゃ生まれた時に着るんだよ。それに被ってると不潔だし似合うし、揃いになるんだよと言うと、ついに号泣してしまった。さらに反対席の西川、彩子先生が、なんならここで今向いてあげますよタダでと言うと、賛成的にいた連中が行列を作り、気がつけば法案を出した移住員も並んでいた。反対席絶対内山くんいるよ。内山くんほら。あの、手術までして向いてるから。ね、冗談じゃない。今更戻されて冗談じゃないって。藤山くん絶対反対してんな。ラジオネーム略してチカチュウ。今週のゲスト、三浦康子議員が出したマニフェストは、キャラ付けのための伊達メガネを禁止します。早速賛成席に着いた三浦議員が、私はね、目が悪いもんで、ブスをこじらすの覚悟で仕方なくメガネなんですよと、鼻息荒げに唇を切ると、私や三浦さんはいっぱい勉強して目が悪くなったの。飾りのメガネなんて持ってのほか、と田島陽子議員。
本当だよね。私なんて二十歳の時に40って言われたんだから、と、ちょいとしたブス自慢に走る柴田理恵議員。なぜか隣に座って笑顔でうなずく時藤亜美に対し、ちょっとあんた反対的でしょ、両目とも 1.5 なんでしょ、ブログ見たわよ、と仲間割れを仕掛ける三つ。うまい返しができず、涙目に団子っ鼻を赤くしながら反対席に移る時藤亜美に対して、反対席のアンジェラ・アキとトリー・ヘブンリーも、冷たい視線を送る。英語では、ウェアグラスって言うんやから、衣類と同じファッションでええやろ、とアンジェラ・アキ。すると反対席のケビンが、あんた外人フェイスで泡弁丸出しとかとんがりアゴとかメガネなくても十分キャラついてんだろと革新的な誤爆。スタジオはつかみ合いの大乱闘。いい感じですよね。トミー・ヘブンリー、ヘブンリーっていう人は、何してんの今。まだ健在なの？健在、売れてんの？売れてんの？なんか、微妙なところ、微妙なところなんだ。なんか、こう、俺の中ではすごく気になる、気になる人なんだよね。なんかね、すごくね、いろんな意味で。これ長くなるんでまた、仕切り直して今度話しますけど。ということで今週の太田総理の内容を知ってる人はどんどん送ってください。お待ちしております。もうエンディング。今日いくつコーナーやれた？リストカッター、火種を投げ込め、夢太郎が来る大バカの壁、それから、やばい母ちゃん、太田総理、6個か。6個やったのにもかかわらず、エンタの何様、犬坊2008、教えて俺 DJ、新カテゴリー美女、いつまでも耐えることなく友達でいいよ、もろもろやれてないね。まあ、いろいろ検討してですね、ちょっとまた終わるコーナー終わるということでやっていきたいと思ってますけどもね。あのね、先週、森さん中、また面白いもんでさ、森さん中と仕事をしたらさ、あの人、黒沢さん。黒沢さんがたまたまこの番組を聞いたらしくて、まあ、さん付けにするぐらいだからそうなんだけど、この番組を聞いたらしくてさ、で、しかも、恥ずかしそうに、ね、あの顔で恥ずかしそうに自分のそばに来て、新カテゴリー美女コーナーの、チンポのデカそうな女、山田優。すごく、共感できました。感想をくれましてね。たださ、その時ドキッとしたのはさ、俺、無意味に村上を叩いたじゃん。何の根拠もなく、ね、森三中村上叩いて、うわー、また俺味方打ってんなって感じしたんで、その時たまたま、なぜか珍しい仕事の感じで、大島、黒沢、俺っていうなんか変な組み合わせの仕事だったんで、まあ直接ドギマギはしないで済んだんですけど、誰聞いてっかわかんねえな。たまに突然とんでもないところから聞いてますって言われたりするんだよね。あのね、全然普通、何の関係もない自転車の本の中の、それプロの自転車乗りの人がコラムに聞いてるって書いてたりとか。怖えな。怖えよ。